それでは特別講演をしていただきます近現代史研究家ノンフィクション作家の林千勝先生お願いいたします 皆さん、こんばんは。お忙しいところありがとうございます。えー、諸先輩方、そして、えー、モーガン先生、それから山口先生の前にですね、えー、大変一、えー、歴史研究家がですね、えー、大変僭越でございますが、ご指名なので、えー、一言ご挨拶ささせていただければと思います、えー。71年前にいたならば、試験回復。 おめでとうと言わなければいけなかったのかもしれませんが冒頭、小堀先生からご挨拶があったように独立していないんですね、日本は。安全保障の問題、もう言うまでもないと思います、皆さんご存知の通り核抑止力、防衛産業、スパイの問題、公衆衛生の問題、食料の問題、エネルギーの問題、この安全保障の問題、日本に主権はありません。 経済政策見てみましょう、成長政策、消費税、財政政策、民営化、自由化の問題、外資がどんどん入ってくる、脱炭素の問題、日本に主権はありません、その通りですね、社会政策、移民の問題、多様性の問題、少子化の問題、家族の問題、伝統の問題、歴史の問題、そして医療の問題、社会政策において日本に主権は ありませんその通りですね残念ながら戦後処理においても日本に試験はないんですね北方領土問題北方領土はアメリカとソ連が合同で千島列島に侵攻したんです米ソ合同プロジェクトフラという作戦でアメリカが会って初めてソ連兵が上陸できたんですね アメリカがやったんですよ。主権のない日本はそのことに触れることはできません。消費税だってそうでしょう。財務審理教の問題じゃないんですね。彼らの利権という問題もあるかもしれませんが、それを超えて消費税を下げる割を廃止するというのは、我が国の独立の問題なんですね。 そのことは顧みればもう明らかではないでしょうか5月19日に広島でサミットが行われます核兵器のない世界の実現キッシーをねキッシーって最近定着しましたよねあれ私が言い始めたんですよね実はねありがとうございます主権のない日本があの G7 広島サビットでお花畑の議論に終始する危惧が100%あります。えー、ちょっと原爆とですね独立の問題につい関わりについて今日ちょっとお話ししたいと思いますがご存知のように原子爆弾は英米がドイツとの開発競争においてまあアインシュタインの手紙もありまして開発に着手したんですが。 それからまもなく、投下対象は、なぜか日本だけだったんですね。ドイツは具体的に投下対象に、議論に、訴状に上がってないんです。そしてそれが、そもそも軍事施設、トラック島の連合艦隊に落とすというのが、軍事施設に落とすというのは彼らの常識だったんですが、それが今日お配りした A4 版のハイドパーク覚書、1944年9月、チャーチルとルーズベルトによって、とっても私には考えられない、あれを人の頭の上にの落とすと、日本人に落とすと、2人は覚書を締結したんですね。それが原爆資料館に今も展示されております、人知れず展示されておりますね。えー、お配りした ハイドパック覚え書きの英文の原文ですね中段にこう書いてありますね When the bomb is f i n a l y available 原爆が完成した暁には It might perhaps after m u c h y o u consideration 多分熟露の上にだが Be used against Japanese 日本人の上に落とすと抽象的な日本でも日本という国土に落とすでもないんです 大和民族の上に落とすという覚書ですねしかももっと恐るべきは t h i s bombardment will be repeated until they surrender 日本人が大和民族が降伏するまで繰り返し落とすと降伏が起これればあるいは降伏しなければ絶滅させると言ったんですよほぼ絶滅ですよね これは私が買っていってるんじゃなくて、一時資料にそう書いたんですね。そして、これに基づいて具体的な原爆投下計画が議論され、そして現実に落ちたと。日本人の頭の上に落ちたと。しかも、ルーズベルトとチャーチルは、ワンド警告って、彼らこの段階で言ってたんですけども、ご存知のように、警告なしに広島と長崎の人々の頭上に落ちたのは歴史的事実です。今原爆資料館の話をしましまたが 私は広島平和記念資料館、すなわち原爆資料館を非常に評価しております。それはなぜかというと、あんまり目立たないんですが、素晴らしい展示がありまして、その展示によりますと、原爆投下理由は3つ、1つ目は日本人に対して、市街地、労働者、住民、しかも繰り返し、2つ目、膨大な経費、表に出た予算上20億ドルと言われてますが、 まあ実質今でいうと何十兆円ぐらいのイメージでしょうね、を使った開発の国内向け正当化、こんなに莫大な財政支出やって、効果が目に見えなければ、政治的に持たないということですね。3番目、戦後のソ連の勢力拡大を抑止、原爆の効果を見せることによって、すなわち戦後秩序、戦後の支配、世界支配、覇権は、 この原爆の効果を見せることによって成立するとこの3つが原爆投下理由本土上陸作戦の米軍の犠牲の回避というのは理由に上がっていませんこのことが日本でもアメリカでも教えられている投下理由ですが原爆資料館の展示は全くそれを理由にしていません1943年7月 その前の写真に、すでにチャーチル首相はこう言ってますね、将来の戦後のイギリスの独立を維持するためには原爆が必要だと、そういう意味のことを言ってますね。チャーチルのスタッフはこう言ってますね、この原爆の秘密を握った国、原爆を保有する国は絶対的な支配権を持つことになると。つまり戦後秩序というのは核秩序なんですね。原爆を持ってないのは独立国でないという前提が。 もう1943年の時点でできていたんですね、そのことをわれわれは広く知らされていない、さあ、もっと大事な話をしましょう、意識のある方は、高い方、時々こういうような問いを発するんではないでしょうか、なぜ彼らは長崎に、つまり2発目を投下したのか、ね、そういうことを考えたことある方、いらっしゃると思いますが。 まあ広島はリトルボーイでウラン型、オークリッチ研究所、テネシー州、長崎はファットマンでプロトニウム型でハンフォード研究所、ワシントン州、別々ですから2つ落とさなきゃいけなかったのかと、まあ、思うわけですけども、実はこの問いが間違ってるんですね。なぜ彼らは長崎に投下したのかではなく、 問うべきは、なぜ彼らは2発目、長崎で止めたのか、なぜ彼らは2発,2発目でやめたのか、これを問わなきゃいけないんです。つまり大方針は繰り返しということですね、じゃあ具体的にどういうことか、さっき費用対効果の正当化という話をしました、あるいは戦後世界秩序を作るための覇権という話をしました。原爆の威力を最大限 示すことが必要そのために繰り返し日本人を殺したんですが、この理由であれば、原爆の投下は多ければ多いほど、ね、2発落とせば経費は2分の1、4発落とせば4分の1、10発落とせば10分の1ですから、費用対効果は全然違うわけですね。そして、破壊力、被害は大きければ大きい,大きいほど。 そして続けば続くほどいいわけですね、一発で終わっちゃった、二発で終わっちゃった、戦後世界ね、圧倒的な脅威を地球人類全体に行き渡らせることはできないかもしれない。一発より二発、二発より三発、三発より十発、私は何を追いようとしてるんでしょうか。私の手元に、1945年8月10日のマンハッタン計画の最高責任者、グローブス将軍が、 マンハッタン計画の主要チーフに宛てたメモランダムがあります、ここにあります。それをちょっと読んでみますね。8月10日ですよ。その一番大事なとこ The bomb should be ready for delivery on first suitable weather after 17th or 18th August つまり、8月の17日か18日以降、天気の良い日に、 3発目を投下する準備ができてるんです私が勝手に言ってるんじゃなくてこれ一時資料を皆さんにお伝えしてますこの8月10日の同日トルーマン大統領が次のように述べてますね日本降伏が近づいている情勢判断からね一連の繰り返し繰り返しの原爆投下を一旦停止しかし日本は降伏し まだしてないな8月10日ね、降伏する情報が入ってくる様子がなかった。米国による原爆投下の非人道性をトルーマン大統領はこの8月10日に遅まきながら認識した様子というのを副大統領、その後と商務長官になったウォーレスが日記で残してるんですね。8月の10日のことを日記に基づいて皆さんにお伝えしました。そして8月13日原爆投下のの実務の最高責任者 ハル将軍というのはいましてね、マッカーサーの右上で戦後は琉球の知事になってます、占領下のね、彼とシーマン大佐というのは最高責任者、グローブズ将軍の補佐ですが、要するに実務の最高の2人の電話会話記録というのがありまして、これを皆さんにお伝えします。2発の広島、長崎の原爆は絶大な効果を日本人に及ぼした。か、ね、かったよかったって言ってたてですねそして 繰り返し落とすという当初案に沿って、三発目は8月19日に投下可能。四発目は9月中下旬に投下可能。五から七発目、うまくいけば八発目も、十月に投下可能。10日ごとに投下することがスケジュール的に固い。場合によっては、 上陸本土上陸の進行前に一度に落とすという選択肢もあるつまり原爆投下は本土上陸作戦をやめるためであったというこの言い訳は全くでたらめであるということは証明されていますさて話はここからさらに深くなっていきます8月14日 アメリカイギリスの、中ワシントン、イギリス公使からイギリス本国への伝文が残ってまして、それの該当歌詞をちょっと皆さんにお伝えしたいと思いますね、一番大事なところ。Uh, the President remarked sadly that he now had no alternative but to order an atomic bomb to be dropped on Tokyo. 8月14日、トルーマン大統領は3発目を東京に投下するという、そのことが念頭にあったんですね。そのことが公文で残ってます。しかも、トルーマンはサードリーって言ったんですね、非人道性に気がついた。アメリカ合衆国の最高権力者が、その思い、意向を。 なぜ政策に全く反映できないのかアメリカ大統領より上位の判断者がいたのかいなかったのか日本の降伏宣言がまだ出ていな,い,ない中繰り返しますがトルーマン大統領は再び原爆投下が必要になるかもしれないと考えていた8月14日のホワイトハウスでのイギリス公使バルフォア 英国公使ですね、トルーマンとの会談後、本国にトルーマンは、東京への原子爆弾投下を命令する以外に、選択肢はないと発言したと報告しているんです。当時、原爆投下後、昭和20年8月、原爆投下後、米国では政治指導層だけでなく、その世論の大半が、 原爆投下について、戦争終結を早め、多くの米国の将兵だけでなく、日本の国民の命も救ったとして、これを正当化する声が主流でした、広島、長崎に落とすことによって、日本国民の命を救ったというのが、米国の世論の主流でありました、しかも、戦争終結へ早めという目的は、これまで述べたように、でたらめです。 正確に言うと、この文脈で真実を述べれば、むしろ戦争終結のために3発目,を3発目以降、投下できなかった。がおそらくこの文脈での歴史的真実でしょう。このことも日本人には全く知らされていません。米国ではなお、今も原爆によって日本の軍部の全面降伏を早め、もって最終的に戦争の犠牲者を少なくしたのだと。だから、投下は正しかった。 ここに非人道性というね、その言葉は片りでも残っているでしょうか。2016年、オバマ大統領は広島平和記念資料館、原爆資料館を訪れています。5分だけですけどね。その後彼は演説をしてこう言ってますね。線香と火の塊が街を破壊し、人類が自らを滅ぼす手段を手にしたことを見せつけた。 加害者は米国じゃなくて人類なんですね。我々はなぜこの地、広島にやってきたのだろう。犠牲者を追悼するためにやってきたのである。彼らの魂を私たちに語りかけている。もっと内面を見て、我々が何者なのか、自問せ,自問せよと。オバマ大統領は述べてますが、欧米の指導者たちを本当に 内面を見てるんでしょうか歴史の本質を見ているんでしょうか、そして彼らが自分たちが何者かを知っているんでしょうか、私にはそのようには見えないですね。加害者が米ですね、アメリカ。被害者は日本人、広島市民、長崎市民。これが加害者は人類、被害者が人類となっているのが今の構図ですね。もしあの時 日本が核兵器を保有していたとしたら、米国は広島、長崎に原爆を投下したい、いたでしょうか、答えは明らかですね。1964年12月、中国が地下核実験に成功しました、5番目の核保有国になった、その時に佐藤栄作首相は、ライシャワー駐日大使こう言いましたね。他の人ががつまり中共が核を持てば 自分も日本も持つのは常識だと佐藤栄作氏を述べたそして佐藤首相は水面下で自主核武装が可能かどうかひそかに国内で研究させていたという事実がありますところが翌年1月佐藤首相は結局ですねアメリカジョンソン大統領との会,会談で日本への防,防衛協力というよりもこっちが狙いですね 日本の核武装を阻止することに主眼を置いた米国の核の傘の提供を受け入れたこれは事実ですね私は何にも作っていってないです岸田さんもそういうふうに本に自分で書いてますからねその動機についてはいろんな説がありますが広島長崎での被爆体験を持つ日本の国民感情がそう簡単に自主,武装自主核武装を受け入れることはないと佐藤 佐藤首相は、日本国民が当時はまだ自主核武装に対する心の準備ができていないと、来社は大使にも言ったそうですが、その一方で大事なのは、佐藤首相は将来世代が核武装を選択する可能性もあるという含みを持たせながら、こう述べています。 一般に考えられるより、核はかなり安上がりで、日本の科学、産業は十分作れるレベルにある、今、まさにそうですね、そのことは皆さんご存知だと思いますが、佐藤首相はこう述べたのは1965年です、それから何十年経っているでしょうか、岸田首相はそのことを忘れている、ではないか。 ちょっと時間が気になりしだしたんですが、大丈夫ですか大丈夫ですか、はい、失礼しました <laughs> いっぱいしゃべりたいもんですからね、<laughs> だんだんこうなってくると、いつもの癖が出てきましたね。<laughs> はいまあ、韓国がご存知ですね、この間世論調査をやって、韓国の国民6割弱がです、ね、この状況で自主核武装賛成なんですね。で慌てて 駒使いのバイデンが抑えに、ね、かかってワシントン政権というのをやっていますけど、北朝鮮の問題ありますけど、日本はもうそれ以上でしょう、北朝鮮もあれば、中国もあれば、ね、ロシアもあるしね、最近、多極化傾向ってのこというのはよくやりますね米、アメリカ一極ではないと、でも日本は米中二極の狭間で草刈り場になっていると、でも多極化構造も出てきたと、ウクライナ侵攻の影響で。 インドの台頭は大変なもんですね、人口もそうだし、GDP も日本をそのうち抜くでしょう。このインド我々は研究しなきゃいけないと、インドは非常に自信があり、前向きです。1974年、1998年、インドは核実験に成功してるんですね。そしてインドはなんと核拡散防止条約未日目、これ、一部の国だけですよ、今入ってるの北朝鮮とかね、4、5カ国だけですよ、インドも含めてね。 にもかかわらず、アメリカはインドと原子力協力協定を2005年に締結し、インドに技術支援してるんですよ、原子力の。これ、私は地政学的に事情は多少違いますが、インドのしたたかさというのを学ばなきゃいけないんじゃないかなと。今、インドは核兵器供与数150から200%発と言われてますね。 今のインドの外務大臣、ジャイ・シャンカル氏はこう述べてます。核実験と核保有宣言は、かねてからのジレンマを決定的に解決しただけでなく、後に主要国としての特質ともなったという点で画期的な出来事として位置づけられると。チャーチルは独立と言いましたが、インドは主要国の条件は核保有だと。それが国税ですね。いい悪いじゃなくて、これは現実であるということを我々は知らない。 広島サミットを機にですね、イベント志向ではなく、最初述べたように、皆さんにお配りしたハイドパーク覚えがきキッシーがみんなに配ってね、議論すべきですよ。ありがとうございます。そして、米首脳の日本人への歴史的謝罪。 岸田首相が勇気を持って臨むんであればそれこそが核廃絶の彼の理想の実現の原点であるこれ以外原点はない <laughs> そしてそれは真の日米同盟関係の礎になると私は固く信じます <laughs> 近似の中国の急速な核増強ご存知ですかロシアがどんどんですね ラン送ってんですよ中国にですからあ10年ちょっとでアメリカ並みに1,500発かな実戦配備核弾頭なると言われてましたがもっと早まるかもしれませんねまさに日本の存立と独立の問題少なくとも7発8発投下する対象であった日本にだけは日本人にだけは絶対に核を持たせないという くだらないグローバリズムルールを廃止しなければいけないと思いますもう少し行きますからね <laughs> 昭和20年原爆投下は人種差別ごめんね人種差別どころか日本人の尊厳はゼロでした 彼らは本気でした。そしてそれは、その後も続いたんです。日本人を存続させない。目に見えない、目に見えない原爆はその後も日本に繰り返し、繰り返し投下されました。思想洗脳という原爆。歴史抹消という原爆。文化破壊という原爆。経済敗戦という原爆。 日本喪失、日本人喪失という原爆。そして、三島先生の言う日本人は、だん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 いなくなっていくんですね。日本人は、いわゆる日本人は存続させないんです、彼らはね。現下の先ほど述べました、多極化、ね、世界の多極化の傾向、これを十分我々はしたたかに生かさなければいけない。 安倍元首相がご存命であればその仕事に着手していたでしょうしかし日本は皆さんご存知のように今ますます日本は日本はもう米中二極ですよ他極か関係ないですからね日本はますます米中二極の草刈り場の道を強めてます目をつぶってぬるま湯の中でね皆さんは違いますよ目をつぶってぬるま湯の中で まどろむうちに溶けてなくなくるんです虚構の安保に守られて、名前を失った列島の上に、数千万人の中国人が隔歩してくる、その時代が来てしまうんですよね。<laughs> 厚労省、昨日発表してましたね、2070年、日本人7800万人、そこに1000万、2000万の中国人が入ってくるわけですよ。 このままほっとけば。草刈り場もね、目を凝らしてみれば、草刈り場と言いましたが、日本人を焼き尽くす焼き野原ですよ、これは。そのことを我々は自覚しなければいけない。我々日本人はこの焼け野原から立ち上がらなければならない。 ありがとう、ございます。今日本当大勢の方、来ていただいたんですが、このような趣旨でね、皆さんお集まりいただいたと、ご参集されたとすれば、冒頭、述べたおめでとうございますが、そのままね、皆さんに差し上げたいと思います、ね、これだけの方が集まっていただいたわけですからね、最後、大丈夫ですかね、<laughs> もう、もう1ページだけ <laughs>。 ありがとうございます。<laughs> 結構ね <laughs>、結構やりますね <laughs>、はいえー。じゃあ最後にね、1929年、大恐慌の年ですよ、アドルフ・ヒトラーの言葉ね、数文字だけ変えて、皆さんとこの場で共有したいと思いますね。ほとんどそのまま。 ちなみになお、私はヒトラーの人種差別政策、民族差別については100%非難しますが、その上でのことなんですけれども、ワイマール憲法下で地獄に落ちたドイツ国民たち、日本国憲法下で自らを失いつつある日本人、ちょっと両方を重ねながら聞いてみてください。ヒトラーの言葉です。 我が国の政府には臆病者や裏切り者ばかりが揃っていて、どれもこれも堕落している。国民は指導者層の言うことを信じた。しかしここではグローバリズムと共産主義者が主人だ。すべての者のが金銭をめぐって回っている。規律や秩序はもう存在しない。 官僚たちは信頼できなくなった。国にとっては悲劇だ。こうした不合の州の下では、何人も栄えはしない。国会や地方議会には、何も期待できない。政党はいずれも恥ずべき、いかがわしい取引を行っている。 政府は歯をむき出すでもなく、また国民には実はまだまだ抵抗力があるということを自覚するでもない。自国の方を外国に指図させているスパイ防止法も制定できてないんですよね。<laughs> 政府よりも国民の方がずっとましなのだ。 どうすればこれが変えられるだろうか。啓発された目覚めた国民が自分たちには諸国民にごして生存し、それなりに地位を占める権利があることを悟り次第、我々はそれを与えることができる。我々の考領は我々国民のもので、一寸たりとも情報するつもりはない。 もう,こ,うこの会場の皆様の胸の内にはすでに日本独立の綱領があると私は信じています。